決めつけちゃえ。ウォタファの玩具野郎日記。動画をご覧の皆さん、こんにちは。ウォタファの久しぶりの玩具野郎日記へようこそ。この動画はレビューじゃなくて、なんだろうね、結構こういう玩具野郎日記って言って、まあなんてことない話なんだけどね、これを見てるあなたと、みんなと、そして僕で、こう、まあ玩具にまつわる話とか、いろいろこう雑談するっていう動画を、前は結構出してたんだけど、最近全然やってないなというわけでね、今日は久々の玩具野郎日記だというわけでね、いざカメラを回してみたものの、何を話そうっていうのが特に決まってなかったです。実は今日は本当はトランスフォーマーレガシーというブランドがスタートして、そのブラックザラック、暗黒大帝ブラックザラックというね、でかい、もう違うんで母ちゃんのおもちゃが届き、これをレビューしようと思ったんだけど、ちょっと時間がねえぞっていうわけで、まあね、今日はもう諦めたというわけです。まあ近日ね、レビューします。でね、そうだね。改めて、こんな動画初めて見るぞっていう人もいるだろうしね。あ、久しぶりに見るなっていう人もいると思います。初めてね、僕のこの動画を見た人は、改めて、なんていうのかな。普段、まあ多分僕のチャンネルにね、来てくれる玩具野郎なんで、まあ玩具野郎だと思うからね、おもちゃが好きな人がきっとたくさんいるんじゃないかなと思います。普段あなたは玩具を買ったりしていますか？もちろんね、僕は、ウォタファの動画は見るけど、玩具レビュー動画は見るけど、おもちゃ自体は買わないんだよなっていう人も結構いるんじゃないかなと思います。たくさんね、いらっしゃるということを僕も知っています。まあなんだけど、まあどういったもの、改めてどういったものに興味を持っていますか？なんか好きなジャンルとかありますか？僕は本当によくお話ししてるんだけど、初めて聞くっていう人もいるかもしれません。なのでちょっとお話ししたいなと思います。どこから遡ればいいかな。まあ僕は小さい頃からとにかくおもちゃが大好きでした。よくね、将来の夢みたいなところね、おもちゃ屋さんって書いたりとかしてて、うん、本当におもちゃでずっと遊んでたいなと。うん、それで、おもちゃ屋さんで働いたら、ずっといっぱいおもちゃで遊べるんじゃないかなみたいな感じで、将来はおもちゃ屋さんになりたいって書いたのをなんとなく覚えてます。まあとにかく僕はおもちゃが好きです。ずーっと大好きで、で、ずーっと卒業できなかったタイプの玩具野郎です。まあなんだけど、やっぱり年を重ねるにつれて、だんだん周りの子もさ、最初戦隊見てたけど、だんだん見なくなってとか、まあ仮面ライダーとか、ああいう番組、だんだん卒業していくじゃない。で、僕は卒業したそぶりだったんだけど、やっぱ卒業できずに、こそこそ、たまにね、お小遣い貯めて、デラックストイを買ったりだとか、してましたね。なんか、子供の頃って不思議なんだよね。なんか、戦隊とか見てると、やっぱ恥ずかしいというかさ、周りも本当に見なくなるんで、うん、なんか見てるのが恥ずかしく感じると思う。うん、まあ、それも全然不思議じゃないというかね、みんな誰もが一度は通る道なのかなと思います。まあ、そんな中で僕はずっと大好きでしたね。なんか本当は卒業しなきゃいけないもんなんだろうなと思ったけど、卒業できないことの罪悪感がすごくて、苦しくて、うん、なんだけど、こうして、まあ、ガングレビュー僕始めて、YouTube の投稿自体は14年目で、ガングレビュー自体は9年なんだけど、多分ね、9年目ぐらいなんだけど、うん、こうずーっと見ていくと、ね、これを見てるあなたもそうだと思うんだけど、あ、なんだ、僕みたいな人いっぱいいんじゃんって、めちゃくちゃ安心したんですね。とにかく安心して、ああよかった、僕だけじゃないんだって。無理して、苦しんで卒業する必要ないんだなと思いながらね。で、今に至るというわけです。改めて振り返ると、その自分が子供だった時の大人、つまり今の僕ぐらいは、なんていうか、まあこういうおもちゃで、を趣味にしてる人って多分まずいなかったんじゃないかなと思います。で、まあ、だんだん時代がちょっとずつ変化して、まあ、僕たちみたいって言ったらあれなんだけど、まあ、僕みたいな大人がこう増えて、まあ、大人でもおもちゃをたしなむっていう人が増えたんじゃないかなと思います。自分が、なんか、玩具野郎というか、こう、ずっぽり、なんていうのかな、こう、どっぷりこう、浸かるようになったのは、きっかけとしては、これもよく話してるんだけど、僕のいとこのお兄ちゃんがいて、まさき兄ちゃんって言うんだけど、いわゆる、玩具野郎なんだよね。ファースト玩具野郎。ファースト世代だと思います。仮面ライダー。
最初の仮面ライダーやウルトラマンなどを見て育った最初のファーストガング野郎世代なんじゃないかなと思います。このオータファの秘密基地に集まってくれる、ファースト世代のねお兄さんたちもいっぱいいるのを僕は知っています。まあそんなまさき兄ちゃんがある日確かね超合金ポピニカ大図鑑っていう本があって、それで初めてこのコンバトラーそのまさき兄ちゃんが見せてくれて、コンバトラー V を知ったっていうところが僕の入り口になっています。だから僕にとってそのなんていうのかな、自分の生まれ育った世代にはなかったものにすごく興味を持ったというか、そこからその本をいただいて、本当にめちゃくちゃ見てましたね。で、いつか大人になったら自分でこう稼げるよ、仕事とかねして稼げるようになったら僕はこういうおもちゃ買うんだみたいな、そういう感じでしたね。だからなんだろう、改めて僕のメインというのかな、日々いろいろ玩具買ってるんだけど、一番根っこにある部分はやっぱりこういういわゆる和物超合金だね。日本のスーパーヒーローロボットの、超合金トイ。ここが入り口となっています。あと、ちっちゃい、改めてあなたは、なんか根っこにあるの何なんだい？あなたにとってのルーツね。おもちゃが好き。好きとか、俺この道に行くんだな、みたいな。そういうなんか、これがきっかけだったな、転機だったな、みたいなのをね、ぜひエピソードを聞きたいです。僕はこのコンバトラー V というロボットだね。これがとにかくかっこよくて好きでした。あとは、そうだね、小さい頃は普通にガンプラがあってガンプラを組んだりとかしましたね。当時は僕はやっぱ BB 戦士とかね、元祖 SD ガンダムとか、そういう SD 系のものが中心だったんだけど、それを普通に組んでて、いつしか、ちょっと大人になって、リアルタイプガンダムって僕は言ってたんだけど、いわゆる等身大のガンダムにもちょっと興味を持つようになり、それで少しずつ組むようになって、で、マスターグレードが発売されて、パーフェクトグレードが出て、みたいなね。で、気づいたら今に至るというような感じで、ガンプラもよく組みます。結構好きで、僕自体は塗装とかもともと結構やってたんだけど、ガンプラを、なんかしんどくなっちゃって、ずっと一つのキットを2ヶ月ぐらいかけて ずっとやっていくことがなんかちょっと大変になっちゃって、いやなんか本当に僕はどうしたいんだろうなって改めて考えたら、もうどんどん積んでっちゃうから、とりあえずパチ組みしたら結構それが快感で、もうこれでいいんじゃないみたいな。でそっちの何パチ組みしたものの方がやっぱメンテナンスしやすかったんでね、がっちり塗装したものってやっぱりちゃんとディスプレイに気をつけたりだとか保管がとにかく大変で、でだから僕は今はパチ組みでたしなむ派なんだけど、もちろん人それぞれにあるんで、ガンプラじっくりね、どっしり腰を据えてゆっくりじっくりキットを作ってる人ももちろんいると思います。僕は結構基本パチ組みでもう楽しんじゃうっていうタイプですね。一番はメンテナンス、保管の仕方かな。なんかそれがあって、パチ組みで、ガンプラもたしなんでいます。あとは、そうだね、その玩具野郎でいろいろ集めていく中で、自分の直撃世代のものっていうのがあって、勇者シリーズだとかね、ちょっと昔のトランスフォーマーとか、いわゆる合金を使ってない問いは、昔というか、この絶版問いのジャンルでは、いわゆるプラ問いっていうジャンルなんだよね。でプラトイ系にも結構興味を持って、だから自分の勇者シリーズだね、勇者シリーズとかエルドランとかそういう問いを結構買い漁っていました。年齢というか、僕は今40歳で今年41歳になる年なんだけど、だいたい20代はその辺の問いを集めまくったっていう感じですね。であとはそう戦隊ロボもね、好きだったから、超合金集めるのと同じように、こう、地続きで少しずつ集めていったっていう感じですね。だから戦隊も好きだし、超合金も好きだし、ガンプラも好きだし。仮面ライダーは、僕は昭和仮面ライダーの中で、ライダーマンをこよなく愛しています。そうだね、立体物としては最近、全部を買ってるわけじゃないんだけど、たまにいいな、直撃の、好きだった仮面ライダーだなっていうものとかのグッズを集めたりとか、CSM を買ったりとかしてますね。CSM は、
なんかルールを決めてて、あの1号ライダーしか買わないって決めてて、もうキリがないから、うん、っていうのと、自分が メインであの全部を集めたいっていうぐらいのコレクターではないので、まあ、1号ライダーのベルトだけは抑えたいなみたいな感じで買ってます。とは言ってもね、カメレダ電王とか、なんか自分がなんかすごく思い入れがあるカメレダのものは、あ、まあたまにね、2号ライダーのとか、なんかそういうのも買ったりとかしてますね。あとは、そうだね。あ、で、玩具を集めるときに僕なりのルールがあって、あの、大きさをある程度、スケールをおおよそでいいんだけど揃えたいっていうのがあって、例えば大きい、あの、ロボット、スーパーロボットは大きく、まあ、だからいわゆるリアルロボットみたいなのはちょっと小さくみたいな、つまり大まかにスケールで言うと144分の1ぐらいで最初集めてたんだけど、なんかマスターグレードを組んだりとか、マクロスのね、でかいのを60分の1スケールとかを買うようになってからは、なんかあんまり気にならなくなっちゃったんだよね。昔は結構スケールというか、小さいものは小さく、大きいものは大きくみたいな、ある程度自分がコレクションしてずらっと並べた時に、あ、このキャラクターはこのぐらいの大きさだよなっていう感じで最初は集めていました。だんだんね、こうガングやろうってやっていくとさ、深みにはまって、そのそれまで思いもしなかった、集めようとも しなかった、興味もなかったようなものに興味を持ったりとかするんだよね。まあだからそれの中で言うと、トランスフォーマーも結構そうかなと思いますね。2007年の劇場版トランスフォーマーの時に、発売されたトランスフォーマークラシックスっていうね、いわゆるリメイクトイの走りです。あー、こんな昔のにコンボイとか僕好きだったなーとか、あ、バンブルって名前のロボットなんか覚えてるなーみたいな、その昔のトランスフォーマーのリメイクトイを集めるようになってから、またトランスフォーマーを集めるようになったりとかね。うん、だからなんだろうね、こういろいろやっていく中でどんどんいろいろ知っていき、こうハマっていくみたいな感じでしたね。これを見てる、今聞いてるあなたはなんかある、そういう玩具野郎やってて、あ、なんかトランスフォーマーに興味持ったぞとかね、あ、なんかマクロスとかいいじゃんとかね、あ、ダイヤクロンいいじゃんとか、なんかこうだんだんちょっとずつこう枝分かれしていくと思わない？まあだけど、なんだろう、コメントを見たりとか、あね、もちろん、あの、玩具野郎でさ、もう俺は超合金一辺倒とかさ、俺はもう戦隊しか集めないとかね、ガンプラしかやらないとか、なんかこだわりを持って、それだけっていう人もいると思うんだけどね、僕は何なんだろうね、性格的に、いろいろ、何でも興味を持ったものが、なんか、を手にしてみたいなという感じです。で、これなんだよ。僕がずっと手を出してこなかったセイントセイヤ、セイントクロスマイスですね。これもうシリーズがもう十何年、もう20年近いんじゃないかな。僕も最初の頃はちょっと買ってたんだけど、やべえなと思って、あの、このまま行ったらやべえなって思って、すごくたくさん出るじゃない、で他のものも買ったりとかしてるから、これは諦めようって言って諦めたんですね。でちょっと離れたところからそのジャンルをこう見ていくと、どうやらこれ何周かしてるぞと思ってこのブロンズセイントもそうなんだけど、これ2周目なはずなんだよね。リバイバル版として出ています。あとはね、セイントセイヤといえばゴールドクラスもね、なんか僕が見るに何周かしてるぞと思ってあ、で逆に考えたのね、あ、ずっと回っていくんだったらどっかいいタイミングで、あ、俺入ってけんじゃねえかなと思ったんですよ。っていうのも、こうシリーズが長く続いてる やつってなんかさ、外から見てると敷居が高くて、どっから集めていいかもうわかんないのね。まあだからトランスフォーマーも結構そういう側面あるし、あ、ガンプラは結構揃えやすいかな。価格的な意味でも、うん、あの、とか常に再販とか結構まめにしてるから、集めやすいじゃない。例えばマスターグレードのさ、00のさ、ソレスタルビーイングの4体もさ、今から集めようと思えばまあ集められるじゃない。まあ昨今ちょっとガンプラがあれだけどね、まあちょっと置いといて、まあ集めやすいんだよ。でもトランスフォーマーとかって十何年続いてたりとかするし、もう何のシリーズだか分かんねえし、毎回オプティマス出るしさ、バンブルビーとかさ、もう本当に違うんだよ母ちゃんだと俺は思う。自分でやってても思う。なんだけどこのセイントクロスも旗から見てると何周かしてて、ちょっと新参には、
新参者には入ってきづらい雰囲気があったんだけど、まあリバイバル版っていうのがね発売されて、ああ自分の知ってるあのブロンズセイントの5人だと思って、あこれ出んならとりあえずこれ買おうかなと思って、結局まだどれも開けてないんだけど、とりあえずねあの5人いる。なんだったらねジャブもいるんだよ。ちょっと待って、実はさ今セイントクロスすげえ買ってて買わないようにしてたんだけどセイントクロスマイスまた買い始めちゃったんだよね。だからガングレを野郎続けていくと面白い。なんかずっと続けていくと、なんか自分が興味を持ってなかった価値観に出会える。うん、というわけでね、ちょっとやべえ、俺ちょっと沼に一歩ちょっと足入れちゃったんだよな。でもまだゴールドクロスとかああいうやつは買ってないけど、ゴッドウォーリアのリバイバル版はちょっと買った。あの少しずつねあの出てくと思うから集めてこうかなとちょっと思ってますね。やっぱセイントセイヤさ、俺すごい世代だったし大好きなんだよな。昔のセイントクロスはそのねあのヴィンテージのやつはそこそこ持ってたりとかはしてたんだけど、やっぱこのリメイクといいじゃんで、だからもう今しかないなと思って、それで少しずつ集めたという感じですね。まあごめん、今日はちょっと話が長い割にあなたに特に何を聞いたかっていうのもないと思ったから、ちょっとまとめよう。これを見てるあなたは、どんな玩具野郎ですか。まあ、結局いつも聞いてることだと思うんだけど、なんか最初のインパクトみたいなのあったの、ディープインパクト僕はまさき兄ちゃんからもらった超合金ポピニカ大図鑑に書いてあったコンバトラ V、うん、これのポピニカは大人になったら絶対何年かかっても買ってやろうと、そう思ったのがきっかけで玩具野郎になりましたね。それからなんかね、一番のね幹になるものが何かっていうのと、あとなんかこう枝分かれしたものはありますか。なんかね、ああ最初これを集めてたんだけどこれに興味持ってとか、今こういうの集めてるとか、うん、そういうことでも結構です。普段玩具を集めてないよっていう人は、もしよかったら僕の動画でどれのレビューを楽しみにしてるかとかね、あのガンプラとか超合金とか細かくなくていいんで、まあ、トランスフォーマーが好きなんだよねとか、なんかそういうのもしよかったらぜひ教えてください。でさ、でも何より嬉しいのはやっぱりこうして同じ趣味の人と、もうどっぷり、あ、なんだっけ、どっぷりでいいんだよね、どっぷりこう使ってお話しできる、もうそれがとっても嬉しい。なんかもう時代はすっかり変わったと思います。昔、一昔前はいわゆる僕らみたいな、まあ、僕らみたいなことをオタクって言うんだよね。オタクは結構なんていうのかな、こう日の目を浴びないというかさ、なんかこうピラミッドのこう底辺にいるような感じだったような気がするんだよね。ちょっと後ろめたさもあるというかね、 あの人幼稚だよみたいな感じだったと思うけど、やっぱ僕こう見ると時代すごく変わったなと思います。何せね、これだって大人向けだし大人が作るようなプラモデルだし、だから僕たち大人がね、もっと堂々と好きなものに対して好きだとこう言いながら自分の人生をね好きなように生きていいんじゃないかなと思いましたね。というわけでちょっと長くなって申し訳ありません。これでね、玩具野郎日記を終わりにします。もしよかったら、まあ僕がさっき聞いたことでもいいし、どんなことでも結構です。なんか最近の近況報告でもいいよ。どんな近況報告でもいいよ。例えばね、僕は今日自分の妻がちょっと出かけちゃって、今いないから自分で飯を作ってるんだけどさ、まあすごい大変ですね。とか、うん、なんか最近ね、ゆっくりぐっすりあんまり深い眠りにつけなくてさ、なんかいつも変な夢を見るとかね、うん、まあまあそういったことでもどんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。改めて本当にいつもありがとう。これからも変わらずにね、僕やってきますんで、ぜひぜひコメント待ってます。長話すいませんでした。寒い日が続くんでね、どうぞ暖かい格好で過ごしましょう。それでは次の動画で、っていうか20分も喋ってるごめんね、またお会いしましょう。おたわでした。また玩具野郎日記やります。待ってねー。玩具野郎仕掛けせよ、ミッションを繰り出せよ、変形が値憧れてた夢のトランスフォーム、What the fuck no, 君チキンチー